空に。病院のベッドから眺める空はいつも優しい。雲はダンスをして笑わせる。夕焼けは心を洗ってくれた。でも明日は退院。このひととつきありがとう。家に帰ったら手を振るわね。気がついてね、きっとよ。思い出別れ。給金をもらった春の夕べ、橋のたもとでふーちゃんが、とよちゃん、私明日故郷へ帰るの、小さな声で告げた。おっかさんの具合が悪いんだわってその時思った。柳の木に綿のような花が咲いて、涙があふれて止まらなかった。ページ、私の人生のページをめくってみると、みんな色あせているけれど、それぞれのページ懸命に生きてきたのよ。破きたくなったページもあったわ。でも今振り返るとみんな懐かしい。あと1ページと少しで100ページ。鮮やかな色が待ってるのかしら。時々腹を立て私を怒鳴ったりするけれど、涙をこぼしているあなたを見ると、若い頃一生懸命あなたを叱った私を思い出して笑ってしまうの。健一、気楽に行きましょう。血圧が上がったらどうするの。朝顔。家の垣根に朝顔が一つひっそり咲きました。次の日二つ咲きました。三つ咲いたら出稼ぎの夫の便り届くでしょう。そんな昔を思い出す。朝顔、私の好きな花。競馬。先に走ってる馬よりみんなの後にいて、ここぞという時風を切って必死に追い込んでくる馬が好き。頑張れ、頑張るのよ。私はテレビに叫ぶ。はじめはビリでもやれば一番になれる。あなただってきっとできるわ。私を探して。暗い山の中に一人私はいたの。柴田豊です、ここにいます。叫んでも誰も来てくれない。その時おっかさん、声をかけられて目が覚めた。せがれの顔が目の前にあったわ。いつものように小言を言い始めたけれど、嬉しくて涙があふれた。